鉄道車両の座席では、鉄道車両における座席のうち、椅子を使用したものの配置や形態について扱う。客車には、通常座席が備わっている。客車は、座席が主に椅子からなる座席者と寝台を座席として、用いる寝台車に対別されるが、寝台車についてはその形態や配置について別に扱う。ただし、座席者のうち個室車の座席については、 コンパートメント席で扱い、ここでは、その区分がない開放式と称される座席について述べる。座面の高さと幅は、乗客の体格や快適性と車両の収容力のバランスで決定される。快適性を重視して、座面を下げて奥行きを大きくすると、足を投げ出すような形になるため乗客一人あたりの潜入スペースは大きくなる。また、 収容力を重視して座面を上げて奥行きを小さくすると直立した姿勢に近くなり乗客一人あたりの占有スペースは小さくなる。乗客が着座する座面と背中を押し付ける背もたれの部分にはモケットという布が貼られている場合のほか革を貼っているものや座面、背もたれに木、FRP、ビニールレザーなどを使用している例もある。 固定式座席の場合固定式座席の場合車両の床に枠を設置して、こみ板で囲い、その枠の上に座席を組み付ける。固定式の座席は回転式の座席に比べて保守の手間や終着駅での座席の方向転換の手間が省ける利点がある。欧米など日本以外では座席は固定式のものが多く座席を回転できない車両が多い。 進行方向に応じた座席の転換はできず、集団見合い式と集団離反式がある。ヨーロッパでは固定式二人掛けクロスシートも多く採用されているが、日本では座席が前方を向いていないことに乗客の抵抗があるとされほとんど採用されていない。回転式座席の場合回転式、クロスシートの場合、車両の床に台座を設置し、 その上に回転軸やフレームを取り付けて座席を組み付ける。片持ち式座席片持ち式座席を使用した車内の例題座やケコミーターを設置する座席の支持構造では床上が複雑になり清掃が難しくなる欠点がある。そこで床にはこれらの支持物を設置せず壁面から座席を支持する片持ち式座席または カンチレバーシートが採用されるようになった。東日本旅客鉄道が1991年より運行開始した成田エクスプレスに使用される253系の普通車において椅子の下も荷物置き場とするためにこの構造が採用されたのが最初である。その後、通勤系車両においても209系のロングシートに採用され、 その後全国の事業者に採用されるようになった。ロングシートロングシートロングシートは車両側壁に沿って座席を設置する形式である。座席スペースを最低限に抑えて立席スペースを広くすることができ乗客の乗降を円滑にすることが可能である。クロスシートクロスシートは横向きの座席の形式で固定式、クロスシート、回転式、クロスシート。 転換式、クロスシートなどに分類される。固定式、クロスシートには、ボックスシートと同一方向での固定方式がある。クロスシート車では、シートピッチと窓の配置等が設計上不可分の関係にある。日本国外の高速列車では、窓と座席の配置が必ずしも合っていない場合がある。クロスシート車では、座席の回転。 壁からのテーブルの張り出し等を考慮に入れた設計が必要となる。観光客の多い路線では、ロングシートよりもクロスシートの方が好まれるため、観光輸送と通勤通学輸送の両立が課題となる。夫人、子供専用車廃止以降、1973年の中央線快速を皮切りにシルバーシートが設けられた。しかし、 バリアフリーを目指す社会の要請に合わせて優先席の呼び名に変更し高齢者だけでなく小病人、妊婦など立つことが辛い人に優先的に着席してもらうよう改められた2000年頃から携帯電話による医療機器への悪影響を防ぐため優先席付近では携帯電話の電源を切るよう呼びかけがされるようになり2005年頃からは 該当箇所の釣り革の色で区別を図るなどの方策をとっていた。その後携帯電話の技術進歩で医療機器への影響が少なくなったこともあり、2014年7月より、関西の鉄道事業者では携帯電話の電源を切るマナーを混雑時のみと変更した。関東、新越地区では2015年10月から、 東海地区、九州地区では2015年12月から、それ以外の地区でも2016年3月までに変更となった事業者がある。混雑の激しい路線では、着席よりも収容力や乗降のしやすさを優先し、ロングシートを採用することがほとんどであり、国鉄、私鉄、JR の通勤系電車や、近郊系、一般系車両に採用されている。 クロスシート車から改造、あるいは増備途中からロングシートに切り替えた車両も多い。また、静岡地区の東海道本線の大多数の普通列車のように乗車時間が比較的短いことからあえてロングシート車を投入している例もある。一方、 車窓が見づらく、窓配置との関係上背もたれを低くせざるを得なく、傾斜をつけにくいなど構造上長時間乗車に向かないことから、換算時や中長距離の乗車ではあまり好ましい評価を受けない。1990年代以降では、四国旅客鉄道のように、鉄道のライバルは、 鉄道以外にも自家用車やバスなどにあるとの輸送モード間競争の観点からオールロングシート車の心臓を止めた会社もある。2000年代後半以降は快適性の向上を図るために背もたれを高くしたハイバック型、さらにヘッドレストをつけたロングシート車も登場しており、後述するデュアルシート車や軽半パス線系電車リニューアル車の車端部、 東急2020系電車等に採用例がある。先に示した通り、座席の前のスペースを広く取れることから、車両の幅が狭い時代は一等車や二等車といった特別車両に採用されていた。日本でも、大正時代中期までは、関節鉄道や国鉄は、貫通、非貫通式いずれでも優等車はほとんど、長手式であり、車体幅の広がった。 昭和時代以降にシートピッチの広いボックスシートや転換クロスシートに移行したが展望車などは1930年代末期の推定37,049や推定37,050型などの時点でも長手方向に向けてソファーを置いたものになっていた少数ながらソファータイプのロングシートを採用したサロン調の特別車両が見られるしかしながら そのような車両は大変コストがかかるため、比較的少ないスペースでプライベートな空間を提供できること、窓の大きさを犠牲にすることなく背ずりの高さを上げられることなどから、特別料金を必要とする座席には、クロスシートを採用する例が大勢を占め、ロングシートは、通勤、近郊系車両に使われている例がほとんどである。なお、 通路部分に大きいテーブルを設置して、イベント車に使用することもある。こちらはさほどコストはかからないため、ローカル線や路面電車の車両でもロングシート車を、イベント対応車として設定しているケースも見られる。特殊な配置では、JR 東日本キハ100系機動車の一部や、伊豆急行に1 0 0系電車、永山電鉄900系電車のように、観光客が、 車窓風景を楽しめるように、中央部から窓を向いたロングシートが設置されたものがある。このタイプは、乗客の出入りの関係から1から2人が着席できるものが多く、また、観光目的であることから、ロマンスシートに準じた背もたれの高いものが用いられることが多い。近年では、南海電気鉄道高野線、天空や九州旅客鉄道の観光特急、 いぶすきの玉手箱のように、このタイプのロングシートに限って、有料座席として発売されることがある。なおこれらの座席について、天空は、ワンビュー座席、いぶすきの玉手箱は、ソファーシートと呼ばれており、公式には、ロングシートと呼ばれない。椅子の携帯座席数、寸法かつては、普通鉄道構造規則の中で、座席数を車両定員の3分の1以上、 かつ一人当たりの着席幅を 400mm 以上とすることが規定されていた。国鉄時代は約 430mm に設定していた。この規定は JR 東日本のローク、扉車導入を機に廃止されたが、そうした特殊な例を除けば2000年代以降も概ね守られている。一人当たりの着席幅は体格向上に応じて拡大の傾向にあり、 最新の車両では 450mm から 480mm 程度である。なお、改定後の条文は次の通り。国鉄、JR の近郊型電車や一般型機動車、大手施設の特急型車両や地方施設などにおいて採用されている。関西圏、中京圏などでは、以前から鉄道会社間の競合が激しく、都市間列車を中心に、 JR、私鉄双方とも、転換式、クロスシートの採用例が多い。一方首都圏では、東武伊勢崎線、東武日光線の6050系電車、京浜急行電鉄の開得の内線学時、品川駅発着の列車中心に運転される2100系電車、西武池袋線、 西部秩父線の4000系電車など、主に中距離の都市間利用や行楽客を目的とした列車向けの車両への採用例がある。しかし、首都圏では、関西、中京圏に比べ混雑率が高く、ロングシートに比べ乗降しづらくラッシュ時の遅延の原因になることや、狭い空間で他人と隣り合うもしくは向き合って座ることを好まない。 昨今の風潮などから料金不要車両での採用例は少ない。反面クロスシートの要望が完全に消えたわけではなく、車端部のみクロスシートとした車両も登場している。なお、ケーブルカーは車体の構造上、座席は必ずクロスシートを採用している。なお、回転式、転換式にかかわらず、鉄道用語としては、 進行方向に向けることのできる二人掛け座席を、ロマンスシートと呼ぶ。このような構造の座席設備を持つ車両を、ロマンスカーと呼び、特に、小田急電鉄の小田急ロマンスカーは、列車名としても広く親しまれている。椅子の携帯回転式、クロスシート回転式、 クロスシートを主に有料特急用車両に装備され、向きを転換するときには床面に垂直な回転軸を中心に180度回転する。着席者が進行方向を向いて座ることができ、また必要に応じて前後の座席を向かい合わせにして利用できる。観光路線を運行する車両やジョイフルトレインなどの団体利用を念頭に置いた。 車両においては45度あるいは90度回転させ、通路の反対側の座席と向かい合わせにしたり、窓側に向けて固定したりできるものなどもある。座席の背面に、後席の乗客のためのテーブル、小物入れ、足置きなどを備えるもの、肘掛けの中に、テーブルや灰皿を内蔵しているものもある。かつての国鉄型の標準座席間隔は、 近郊系グリーン車で 970mm、特急系普通車で 910mm、または 940mm であった。昭和30年代から40年代に製造された、国鉄の特急系車両の普通車、準急系車両の二等車、近郊系車両のグリーン車では、リクライニング機能のない回転式、クロスシートが採用されていた。現在採用されている。 回転式、クロスシートの大部分は、背もたれの傾斜を変えられる、リクライニングシートである。リクライニング機能のない座席を備える車両は、特急などの有料優等専属で使用されるものでは、東部300系電車や E4 系、MAX の2階自由席車、工述する、デュアルシートなどがある。転換式、クロスシート転換式、 クロスシート背もたれだけが前後に移動する機構により着席方向を切り替えられる座席である。特に会社間競争の激しい中京、関西地方の近郊系車両に多く採用されているが関東、東北地方では採用する鉄道会社が少ない。特急系車両では新幹線0系電車や国鉄185系電車、 国鉄規波185系機動車の普通車座席に採用例があるほか、既存車両でも座席改良の際に採用した例がある。比較的簡易な機構で、回転クロスシートと同様に進行方向を向いて座り、前後の座席を向かい合わせにすることが可能である。背もたれに中折れ機構を設け、着座姿勢をより改善しているものもある。 戦前から昭和30年代までは二等車、特急軽車両などの特別料金を要する列車で用いられることも多かったが、回転式、クロスシートに比べると座り心地が悪く、背もたれの背面に設備品を装備できず、また基本的にリクライニング機構も設けられないため、この分野では回転式に移行した。代わりに1980年代末期以降では、 JR 東日本を除いた JR 各社の普通列車用車両や一部の私鉄で運行される特別料金不要の特急急行用車両に導入される例が増えている座席間隔は国鉄型が 910mm、私鉄では 900mm とする例が多く必要に応じて変更される。なお、転換クロスシート車と言われる車両であっても均衡系。 私鉄の特急型では、車端部や扉横の座席は転換クロスシート並みに背もたれを傾斜させた固定式とし、中間の座席のみを転換式としているものが多い。これは背もたれ後部のデッドスペースの発生による乗車定員の減少を防ぐためである。終着駅で車掌がスイッチを操作することにより、一斉に各席の方向が転換する。 座席の自動転換装置を備える車両もある。例は、京阪パス線軽系電車、阪急6300系電車、京急2100系電車などである。なお、京急2100型は、向かい合わせ使用をしないことを前提に、座席間隔を詰め、より多くの座席配置とする設計をとっており、営業時の座席は、進行方向に固定され、乗客が転換することはできない。 運行開始直後はこれを知らない者が強引に転換させようと座席を引っ張り故障が多発した。そのため、背もたれには座席を転換できない旨の注意書きがある。固定式、クロスシート集団見合い型シートリクライニングシート、リクライニングシート背もたれの傾斜角度を調節することができる座席である。国鉄では、1949年戦後初の特別急行列車。 平和復活に際し、一等展望車に使用するため、復活された、マイテ39の座席で、初めて採用された。本格的な使用は、翌年に登場した特別二等車スロ60型からで、この時採用された、機械式五段階ロック、足の世代付けの座席は以後大きな変更もなく、国鉄末期まで特急、急行用二等車の標準装備とされた。なお、 スロ60軽脚車は最初は一等車、水60として設計されたため座席間隔を 1250mm としていたが、その後製造されたスロ53型では 1160mm となり、これは JR 以降後でも特急軽車両におけるグリーン車の標準座席間隔である。客車特急列車の展望車の代替車両として151、軽電車で設計。 製造された、パーラーカー黒151系車両の一人用、リクライニングシートの座席間隔は1 1 0 0ト、mm、ルだった。また例外的に普通車より改造された、スロ62系の座席間隔は1 2 7 0ト、mm、ルで、当時の国鉄型では最大だった。新幹線では1964年の東海道、新幹線開業時における新幹線0系電車の一等車から、 現在に通じる座席幅のものを採用している。車体幅が在来線より大きい新幹線では、横1列あたりの座席数が、普通車の大多数は3プラス2列なのに対し、グリーン車は2プラス2列として、座席幅にゆとりを持たせている。普通車で最初に採用されたのは、国鉄183系電車の簡易式である。その後、 1985年の新幹線100系電車、在来線用も1986年のキハ183、計500番台から普通車においてもフリーストップ式のリクライニングシートを採用しており、現在は一部車種を除き特急型車両では標準装備となっている。国鉄分割ミニエーカー以降、普通車用座席の改良が重ねられた結果、 1990年代後半には、普通車用座席とグリーン車用座席との差は小さくなった。差は、傾きや座席の大きさ、シートピッチなどである。そのため、在来線用のグリーン車では横一列あたりの座席数を2プラス2から2プラス1に減らし、 新幹線と同様に一人当たり座席幅をゆとりを持たせて普通車用座席との差別化を図る場合も多い。また、夜行列車の一部では高速バス等との競争のため普通車であっても傾きの大きさがグリーン車用に近い座席あるいはグリーン車から転用した座席を設置しシートピッチもグリーン車に近い寸法として居住性を高めたものもあった。 2003年3月まで、ムーンライト越後に充当された160号系が、始まりとされている。かつての、那覇、暁では、夜行高速バス並みに、全席一人掛けで、傾きの角度が大きい、レガートシートがあった。これ以前にも、1980年代からは、四国や九州の機動車急行において、グリーン車を座席を交換することなく、 普通車に格下げして使用する例もあった。カニ、リクライニングシート113系グリーン車のカニ、リクライニングシート1972年に登場した183系電車普通車で初めて採用されたリクライニングシートの一種である。同時期に製造された14系座席車、485系電車、381系電車やまた113、 軽グリーン車の一部などにも採用された座席下部に設置された受け皿のようなものの上にシートを配置する形状で座面を前後移動させることにより背もたれをリクライニングさせる構造であるこのためリクライニング角度は小さくリクライニングさせると座席の前後間隔が狭くなるという欠点がある初期のものは背もたれにストッパーがなく体重をかけていないと 座席の傾きが元に戻り、体を起こすたびに大きな音と衝撃が生じることから、1976年以降に製造された車両からは、完全にリクライニングさせた時のみ作動するストッパーが追加された。国鉄分割ミニエーカー前後から、指定席車用座席を中心にフリーストップ式への、換装が行われたが、一部廃車まで、無改造で残存した車両も見られた。 このシートは埼玉県埼玉市の鉄道博物館のヒストリーゾーンで背もたれのストッパーがあるものとないもの両方に座ることができたが現在は撤去されている椅子の配列にプラス1配列のレクロスシートは概ね以下の構成である座席幅の寸法は特急用車両の場合普通車で430から4 6 0ト、mm、ル。 グリーン車の場合にプラス2配列で 450mm 前後、2プラス1配列のものや新幹線車両では470から 500mm 程度が一般的である。数値のみで見た場合普通車とグリーン車との間の差、また前述のロングシート車の数値と大差がないとされるが、座席幅の数値は肘掛け部分を除いた幅で計測されるのが、 通常であるため、横方向における体感的なゆとりは、座席幅よりもむしろ肘掛けの有無や、肘掛けの幅の差に現れる。なお、一部の車両には、車椅子を固定するために、標準の配列から一人分現自た区画がある。ロングシートとクロスシートを組み合わせた配置で、通常は、乗降が円滑になるようドア付近を、ロングシート、ドア間にクロスシートを配置する。 クロスシートは固定式がほとんどだが JR 西日本のように転換クロスシートを採用した例もある。日本では1920年代の第二次都市間高速電気鉄道建設ブームの頃から長距離輸送とラッシュ時対策の両立や電動車の主電動機点検外とクロスシートの干渉を防ぐ目的などで採用され始め第二次世界大戦後も 都市間輸送用を中心に採用が続いている。国鉄時代の車両では、近郊系車両である113系電車や415系電車等の3度ア車や、80系電車、711系電車や、キハ40系機動車等の2度ア車が存在している。また、高直流急行電車や、基ハ58系機動車などの急行系車両には、近郊系改造として、 ドア付近の座席を一部ロングシートに改造した2ドアのセミクロスシート車が存在する。ロングシートで落成した車両でも輸送需要の変化に合わせてセミクロスシートに改造された車両もある阪神パス線系電車など。私鉄の例では東部6050系電車や西部4000系電車、名鉄6000系電車、西鉄3000系電車などが挙げられる。 いわゆる国鉄型車両の場合、新規製造をした時点では、3ドアの電車では通常ドア間に左右各2ボックス16名分の固定クロスシートを配していた。また、2ドア車両の場合では、デッキ付きのものはドア間すべてに固定クロスシートを配しており、デッキがないものについては、客用扉付近をロングシートにし、扉間中央部にクロスシートを配する例が多かった。 1990年代以降は4ドアの車両でも、クロスシートを導入する車両が増えている。日本で、初めて登場した4ドアのクロスシート車は1970年に、製造された、近鉄2 6 0 0系電車及び量産型の2 6 1 0系、2 6 8 0系であるが、ロングシート部分はなく、全座席が固定クロスシート設置として製造されたため、 セミクロスシート車ではない。首都圏の場合、相鉄新7000系電車が、比較的込まない一部車両のドア間に、左右一組ずつ固定クロスシートを、試験的に設置した。これを筆頭に、同等の設備を、同社の8000系、9000系、JR 東日本の E217 系、E231 系、E531 系や、 首都圏新都市鉄道 TX-2000、軽電車で採用されている。また、名鉄300軽電車や名古屋市営地下鉄7000、軽電車のように、ロングシートと転換式、クロスシートを扉を境に交互に配置した、例、近畿日本鉄道の L、C カーや関東施設の一部の通勤系車両に、見られる、デュアルシートなどがある。なお、東急9000位軽電車、 東京都交通局6300系電車、東京メトロ南北線9000系電車、京急新線系電車、京急2000系電車、南海線系電車、南海2000系電車、香港鉄路のメトロキャメル電車などの通勤系車両で、車端部に少数のボックスシートを配した例がある。また、国鉄百十三系電車、百十五系電車の転換式、 クロスシート改造車、JR 西日本125系、電車、223系5500番台、521系電車、阪急6300系電車のように、クロスシート主体で、運転席後部や、妻面側車端部などに、少数のロングシートを配する例もある。また、トイレを有する車両で、便所使用者の直視を避けるため、当該便所前の座席のみを、 クロスシートとしている車両も存在する。採用例では、国鉄キハ三35系機動車、211系電車、JR 東日本107系電車、JR 東日本に、e、2 3 3系3000番台の一部編成の6号車等がある。その他、通路の左右で、ロングシートとクロスシートを組み合わせて設置する方式もある。 第二次世界大戦前の日本では主に、ビワ湖鉄道汽船100系電車や山陽電鉄100系電車など、通路の両側を二人掛けのクロスシートとするのに、十分な車体幅を確保できない形式に採用された。戦後の草かる電気鉄道や戦北鉄道、下伊電鉄など、762mm 期間で、車体幅が狭い軽便鉄道の車両において、 クロスシートを配置する方式として利用された。近年では、JR 四国7000系電車、JR 東日本701系5000番台、それに、JR 九州キハ220系200番台など、主にラッシュ対策と長距離輸送の両立を求められる、3扉構成の車両において、クロスシートとロングシートの組み合わせを車体中央を、 中心に天体ショーに配置した地取り配置のレイアウトで採用されている。通常のセミクロスシートに対して通路のスペースが広く取れるほか、ロングシートとクロスシートとの壁がないために開放的であるなどの利点がある。ただし、クロスシートに座る客にとっては、ロングシートに座る客から横顔を見られる確固となるので居心地が良くないという欠点もある。 JR 東日本719系電車のクロスシート座席部分は集団見合い型、名鉄6000系電車の一部では集団離反型の配置である。ロングシートクロスシートの両方に転換可能なタイプの座席である。基本的に混雑時には背もたれを窓に向けるように並べたロングシートとして使用し、換算時には回転軸を中央に寄せて、 回転式、クロスシートとして使用する目的で開発されたが、混雑の激しい首都圏では、夕方のラッシュ時などにクロスシートとして、主に有料ライナー列車の運用につき、それ以外の時間帯は、ロングシートとして、一般列車の運用につくという目的で導入されている。飛行が複雑であるが、利用率に合わせて、ロングクロス量配置の適した型で運用することが可能である。 クロスシートの状態では足元にあるペダルを踏むか肘掛けの後部にあるレバーを引くことで乗客が座席を回転させて向きを変えることができるロングシートの状態ではロックされて足元のペダルも収納されるため乗客が座席の向きを変えることはできない座席は背もたれが固定されておりリクライニング機能を持つものは存在しなかったが 2022年下期に投入予定の KO5000 系電車では日本初となるリクライニング機能を持つデュアルシートが採用される予定となっている。登場自体は古く1972年に国鉄が半和線大鳥電車区所属の73型の区派79,929号車を水田工場で試験的に改造したのが最初である。 この改造車は後年実用化された車両と異なり、クロスシート時の背もたれ高さが、ロングシートに合わせた低いものとなっている。これは実用化されなかったが、後に1996年に近畿日本鉄道の長距離急行用車両として製造された2610系の一部を改造して、試験的に採用され、実用化された。以後、 L、シーカーの愛称が与えられ、翌年には新造車として 5800K が、2000年には 5820K が登場し本格的に採用された。いずれの車両も車端部は固定の4人掛けロングシートとなっている。現在は特急を除き列車種別に関係なく使用されている。JR グループでは、JR 東日本戦績専用に改造した205。 軽でも5編成の石巻放線当社に 2way シートの名称を与えて採用している。この場合は観光路線として潜石線の利用を促進する狙いもあったが潜石東北ラインの開業で潜石線快速列車が廃止されたため2015年以降はロングシートに固定された状態のままで運行されている。当社では209系。 e 3 3 1系の先頭車で座席を収納して転換させるタイプのシートを試験的に運用していたが、いずれも実用化はされなかった。近鉄以外の私鉄では、東部590型電車、790万型電車、西部4万系電車、京王5000系電車、東急6000系電車、6020系電車、品野鉄道 SR1 系電車、 京急線系二十実車にデュアルシートが導入され、東部ではマルチシートと称している。なお、東部以外の各社は座席自体の相性を付していない。デュアルシートのメーカーは、近鉄、西部は天竜工業製、東部は5万90型が墨江工業製、7万90型が天竜工業製、京王、東急、品野鉄道、京急は小糸電工製である。 なお、デュアルシート車はすべて電車に装備されており、機動車への導入実績はない。収容式座席折りたたみ座席は、収容式座席、または収納式座席として採用されている例がある。通勤車両における採用事例としては、5 0五0系電車が最初であり、収納時は座席が天井部に移動する。座面折りたたみ式は、 JR 東日本が山手線の205系電車に、増結した6、扉車、サハ204型車両で広く知られるようになった。6、扉車は、ラッシュ時に、すべての座席が折りたたまれるが、731系、電車、ギハ201系機動車のように、ドア付近の席のみ折りたたみ可能としたものや、名鉄3500系電車の一部には、 一人がけで、ロック機構のない簡便なものが設けられたこともある。京成新3100系電車は、空港アクセス列車として使用されることから、ロングシートの中心部に、荷物置き場を兼ねた、収納座席を採用している。クロスシート車では、JR 西日本223系電車及び、JR 西日本225系電車、京阪8 0系電車、 阪急6300系電車及び、阪急9300系電車、名鉄5700系電車及び1200系電車、京急2100系電車のように、ドア付近に設置されているものや、2階建て新幹線、マックスや近鉄特急の一部のようにデッキに設けた、例や24系のように通路に設けられた例がある。JR 西日本、京阪、阪急では、 補助椅子と称している。類似したものとして、東武鉄道の特急用車両だった5700、軽電車には観光バスで採用された形式の補助席が設けられていた。なお、南海2300軽電車は、車椅子スペースに、ロング状態の折りたたみ式シートがある。阪急京都本線や京阪電気鉄道の特急では、1970年代、 前半まで折りたたみ式のパイプ椅子が扉付近に取り付けられており、乗客が自由に取り外して座ることができた。特徴的なものとしては、KQ600 系電車でツイングルシートが採用されていた。同形式は、日本の地下鉄対応車両としては、珍しい前席固定式、クロスシート車として登場したが、 立席収容力確保のため二人掛け座席の一部を収納して一人掛けとし、座席数が増減できるようにしたものである。しかし、登場から数年で座席の収納は中止となり、ロングシート化の際にツイングルシートも撤去されている。詳細は、同社項目を参照。欧米では、座席は固定式のものが多く、座席を回転できない車両が多い。 ヨーロッパでは固定式二人掛けクロスシートも多く採用されている。進行方向に応じた座席の転換はできず、集団見合い式と集団離反式があるが、TGVSE は集団見合い式を採用している。アメリカ合衆国では座席をすべて一方向の固定式とし、終端の駅でデルタ線やループ線などを使って方向転換している例もある。 ドイツやスイスの通勤近郊車両では車椅子対応の共用スペースに折りたたみ座席を設置している例がある。折りたたみボックスシートや折りたたみロングシートがある。ありがとうございます。